大浦は長崎県長崎市の地区。中央地域センター管轄で公式に地区名として扱われるわけではないが、この校では大浦小学校、梅ヶ崎中学校区、または旧都町村大浦里にあたる町について記述する。上記の条件に該当する地域の人口は13,998人。大浦長崎、大浦長崎。 長崎市再式絵はがき、大浦長崎、大浦長崎、長崎市再式絵はがき明治、大正長崎市中心部の南側に位置する。長崎港の一角にあり、松が枝ターミナルがあり船が発着する。また、海岸を国道499号が通り、路面電車やバスが頻繁に往復する地区である。海沿いではあるが、平地には乏しく、地区全体で、 起伏の大きい地形である。わずかな平地や斜面にまで住宅が立ち並ぶ。古くからの住宅街だが、近年の道路事情の改善もあり、今でも住宅は多い。東山で、南山手など、長崎市屈指の観光地であり、名所が多く、また、ホテルも多く立地する。市町村制施工事において、当地区は、長崎市の一部及び戸町村大浦号。 波の平里にあたる。1898年、戸町村にあたる地区は、長崎市に編入された。行政地名の変遷については、長崎市の地名を参照されたい。大学、短期大学高等学校、中学校、小学校。ありがとうございます。